肛門絞りの場所です。肛門があって、肛門がありますよね。ここです。ここのところ、ここの奥の方にプニュプニュっとするものがあります。でこの肛門の真横から少し下ですね、肛門の真横から少し下、ここ、だいたい8時20分のところですね。ここのところ、奥の方にプニュプニュっとするのがあって、そこをなんか出てくる、そうプニュっと押すと、ちょっと焦げ茶色のものですね、濃い茶色のものがむにゅっと出てきます。ゆで状のものって言うんですけど、油状のものがちょっと出てきます、むにゅって。この子はもう大丈夫です。だいたい月に1回ぐらい。あですね、顔を嫌がる子が多いので、顔は最後の方ですね。でこういうちっちゃい子は水桶に入れて、ぬるま湯ですね、ぬるま湯で洗ってあげます。あ、シャンプーは自然流っていうのを使っています。待ってね、あ、やば、はい、上手、はい、じゃあ今度手タオルって言って手で絞ってあげてください。そう、そうです、そうです、手タオルをします。そう、足も尻尾も足も手タオルしてあげてください。寒いね、寒い、はい、それからタオリングです。タオルで拭いてあげてください。そう、風に当たってるところですね。風に当たってるところを優しくブラッシングします。もうこの辺を中心に、この辺中心に、そう、そうそう、はい、かわいい、ゆき、はい、かわいい、ゆき、かわいい、どうした、おーおーおー、何やし、